立ち向かうのが天竜源一郎。橋本慎也も冬木を破り、またまた断然の敵として一人。天竜源一郎も今日崖っぷちの戦い。さあ今花道の中を亀吹雪を背中に受けながらゆっくりゆっくりと入場してまいります。2月16日木戸にやられた左の肘は大丈夫か。予告通り木戸をくしゃくしゃにやっつけられるか。そして長州を倒して男の意地、シングル戦というものを全くもって無視することができるかどうか。今日も今最も頼りになる懐刀石川隆之を引き連れての入場。そして新日本の総帥今の胸中いかばかりか。足元でもないマシンでもない腰中でもない、そして藤波でもない。新日本は俺なんだ、俺が長州力だ。長州力入場。そして木戸クラッチをなめてはいけない。地獄の関節技侮ってはいけません。プロレス界のいぶし銀、よもやな復縁になるかもしれません。木戸も入場してまいりました。木戸様、長州とそして木戸であります。本日のメインで60分一本賞を行います。赤の話に届けられる235番の木戸治。天竜の左の肘を打ち砕いた男、長州力、ミスター新日本プロレス。本日は244ポイント、石川隆。天竜がジャケットを長州の顔に投げつけましたね。投げつけました。これがメッセージですね。前とのシングル戦をやらないと。その天竜源一郎、しかし長州力としても黙ってはいられません。とにかくこの今日の一戦で、またまた今日橋本の敵が一人増えて、そうですね、そしてまた長州が来るということになりますと、この天竜包囲網はさらにまた強固になってきますから。そうですね、いきなり長州天竜だ。最初起こしですよ。はい、さあ東京ドームの再燃か。大将同士の一騎打ちになりました。メインイベントタッグマッチ60分一本勝負、長州力とそして天竜源一郎組み合った。力入ってますね。いやもう本当に2人が全身メラメラと、もう燃えていると。組み合うまでも何かこう戦いが始まってますからね。そうですね、しかしこの長州にしかりしても、そして天竜源一郎にしても、この入ってきただけでこの会場全体がぐっとこの燃え上がるようなこの雰囲気、全身を包み込んでるオーラですね。そうですね、なんかこうみんなの目をリングに凝縮させてしまうというかね、ぎゅっと集中させちゃうんですね。この2人の持つこの凄まじいプロレスパワーというものは何でありましょうか。コーナーに押していくのは長州です。東京ドームでも長州と天竜、互いに隙を見せられないという感じですね。全身をこの二人色に染めてしまいました。そして今日は横浜文化体育館、全く隙を見せられません。後ろ背中を見せることは一切まかりなりません。長州が何か天竜に言いましたね。来てみろと言ってますね。はい、ヘッドロックだ。長州天竜ロープに振る、ショルダーアタック、天竜の勝ち。もう一発のアリア、長州ロープ反応をして、もう一回のか。いきなりやっと今日は天竜に2連打。石川怒りの表情、ちょっと打ちます。長州はすぐさま場外の天竜をリングの上から睨み据えている。天竜もこの長州の元気さは驚きだったと言ってますからね。そうですね、
答えたと聞いたと。そうですね、もう長州をなんとか雪辱したいんでしょうね。はい、天竜が今場外に、そしてリング上では長州が戻る。天竜向き合った長州とヘッドロックだ。腰を落とす、膝を先に落としたのは天竜。木戸としかの出番がありません。そうですね、天竜と長州エンディメント60分の本勝負。まさにシングルマッチやってるように想定しますが、グイ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 と力を入れて、ヘッドロック一つ取ってもすごいですね。押していくのは天竜、敵につかまった。そして木戸だ。まさかこういうカードが実現するとは思いませんでしたね。本当にこの人関節技の鬼であります。本当にこの木戸さんを起用したというところがまた長州の素晴らしいところですよね。そうですね、まだこの左の腕を取って嬉しい。天竜を病院送りにしました。そうですね、この木戸の関節技、その後4日ほど温泉療養までしてますからね。はい、天竜にしてみても長州はいるわ、そして自分の左の肘を壊してくれた木戸様がいるわ。今日も本当に厳しい、本当にこういうベテランがひょこっと顔を出すところが新日本の選手の厚さですね。そうですね、前面に出てくるのは橋本であり、あるいは越中という若手、しかし後ろに虎視眈々と控えているのはこの木戸というあたりでありますからね。今天竜が逆に脇固めを仕掛けようとしましたね。相手のお株を奪おうというその脇固めをかけに行こうといたしましたが、しかしうまくいきません。石川隆が出てまいりました。しかしこの石川もこの相手新日勢にとってみればこの軌道と同じような、そうですね、煮ても焼いても食えないというか、そう、舐めていると怖いぞと。そうですね、そういう意味ではこの長州、木戸、そして天竜、石川と非常に好対象。アキレス腱が痛めですね。アキレス腱痛め、右の足を決めている。冴え渡ってますね、今日も木戸さんは。はい、しかしこの石川もそんじゃそこらじゃ効きません。両者体を回しながら今ロープにロープレイクになります。なんか長州のパワーと木戸のテクニックがうまく噛み合ってる感じですね。そうですね、ロープに振る、おー、リギアルできた、エルボー。天竜行こうとするがちらっと見ただけ長州は石川に的を絞ってもちろん持ち上げた。ブレンバスター左を加えた、バットが揺れる、力強いブレンバスターですね。はい、そしてスコーピオンズデスロック、右の足をこじ入れた。石川の足はすでにロックされている。太い右腕を石川の右の足に巻きつけて、石川の体を返して天竜の方をちらっと見る。間に運のレフリーを割って入る。まだ完全には決まってない、はい、十分天竜を意識した攻撃ですよね。そうですね、煽ってます、まさしく煽ってます。来るなら来てみろという感じでしょうね。石川の腕もちゃんと殺してから決めた、サソリがダメ。そして天竜がゆっくりとダイクがすぐさま技をほどいた。これはもう完全に読んでました。そうですね、これは読んでました。イライラさせますよ。はい、そしてこのポーカーフェイスの軌道であります。足を取る、逆肩エビへと持っていく石川、持っていかれる石川、そして持っていく軌道、這いながら天竜のところに帰ろうという石川。ちょっとこの木戸っていうのは WAR の人たちが戦ったことないタイプなんですよね。まさしくそうですね、だから結構やりにくいでしょうね。はい、WAR の場合は激しくて、そしてカラッとしたプロレスと真っ向から体をぶつけ合うという感じですけども。そうですね、木戸さんの場合も技巧ですからね。そうですね、全く逆でクールで、そしてネチネチとしたプロレスと。そうですね、ことになりますからね。そういう意味ではもうある意味では本当に長州よりも戦いづらいという、天竜にとっても石川にとっても言えるんじゃないですかね。そうですね、長州のペースで戦ってて軌道が出てくるとまたペース狂っちゃうんですよね。狂わされると、しかし長州と軌道は本当にもう長年の鍛え上げた連携というものを持っているわけですから。そうですね、全くタイプが違うから逆にいいタッグチームなんですね。なるほどね、
さあ石川腕を取られています。そして今木戸が出てきて蹴り一発、もう一発です。さあ足を取った、ラリアットでいった石川、木戸が崩れ落ちた。そして天竜にタッチ、天竜と再び木戸との対戦になります。さあ天竜対木戸、エンジン切りいった、これ速攻速攻ですね。そうですね、打撃技でいった方がいいですね。そうですね、体格的には天竜の方が有利ですから。まさしくフルネルソン、これはきつい技。天竜が渾身の力を込めて木戸の前に関節技なんか持っていかせないぞと、俺の技をしかと受け止めてればいいんだという、そういう表情。俺の左肘ですか、痛めた時も脇固めきたのを立ち上がって外してしまった、逆に痛めたという感じもありましたからね。なるほどね、逆水平、よろめいてよろめいて敵陣に行ってしまったラリアット。天竜そして石川にタッチします。アシストを受けて石川エルボー、軌道を攻め立てます。もう一発エルボー、エルボーエルボー返し、エルボーの応酬だ。勝ったのは軌道、軌道さんのエルボーもなかなかビシビシと決まってますね。はい、長州の膝、これは天竜石川組としてみれば軌道に焦点を絞るという形にやはりなりますか。そうですね、しかし長州はそうはさせてはくれません。石川をリング上で持っていって、そして膝、ニーキックヘッドバットでお返しだ石川。あちょっとこれは効きましたね、側頭部を狙っていった。これは意外といい作戦だったかもしれません ね。石川もすぐに下がりません。コーナーに振ってスローイング、天竜がいったらリアッター。今のはすごかったですね、すごい。逆水平、逆水平に連発、3連発、4連発、5連発、長州すべて受け止めます。エルボー本題下げに、首ですね、首狙いですね、首狙いですね、首から上を狙っています。天竜石川の膝へ向けて逆水平のショップだ。さあそして石川が入ってくる、蹴り持ち上げたボディースラムだ。お返しの誘いですね、誘いがダメ。確かに石川も長州に負けず劣らずのね、この強力な誘いがダメを持ってますんで、軌道との睨み合い、ちゃんと軌道の動きを読んでということで、本当に先ほどと対照的な動きになります。まあ、石川と長州も全日本プロレスの時から ねやり合ってる中ですからね、はい、長州の名前よく知っています。しかしステップオーバーしましたね、ステップオーバー決まった。さすがため汗が顔から流れ落ちている石川隆、まだ汗の少ない長州、天竜が出てくる。長州を捕まえ始めましたね。そうですね、大阪のキック、キック、キック、一発、天竜の怒声を聞いてください。すごいですね、凄まじいハンプです。まだ行く、あれを打ち飛ばしてまだ行く。そして石川にタッチ、なんか長州を板振りにかかってますね。また天竜の気迫がすごいですね。広志カバーに行く。まあ、初めの予想では長州木戸が天竜を痛めに行くのかなと思いますけど、逆にしまいましたね。天竜も石川も2月の16日からねパワーを蓄えてますんでね、どこに入った顔に決まった。今避けようとしたのは逆になんか変な角度で入ったようですね。梅川の近くに決まってましたよ。カバーに行くは関東トゥン、片指ホールドありません。さあ天竜が中心さんに向かった、カーターが落ちてしまった。天竜強引に持ってきましたね、無理やり持ってった。これしかし長州にとってもかなりダメージが残ってますからね。天竜先立ちましたね、先立った。そして長州の上を取って起こす石川が出てくる。天竜このあたりうまいですね、石川に任せたという感じで長州相当ダメージが残ってますんで、延髄切り。長州結構首切ってるようですね、してますね、そして軌道の動きはどう出るか。天竜が入ってきてダブルでエンディと、そしてフロントのレッグラリアット。石川が人差し指を立てる、長州ローポに振る、石川走り出した左のラリアット、スモーラリアットになった。さあカバーにカウンター、カウント2。長
ちょっと意外な展開になってきましたね。そうですね、長身が一人ブルーのマット上、さあ蓄えてシガースボルト、ブロックしましたね。素晴らしいタイミングでしたね。ストーラリアットを浴びてその3倍返しという感じのパワーでしたね。長州力立ち上がった、中央にタッチはしない、ぐるっと軽く腕を回した、そして何が出るか、天竜への力リアットだった、花道まで吹っ飛びましたよ、天竜花道まで吹っ飛んだ、そして石川エッグへのラリアットを浴びた、今ようやく木の枝のタッチ、木のと石川になります、天竜まで花道からブロックがない、石川のスタンディングだ、天竜いかの表情でブロックした、そして石川のタッチした、投げた、橋本がそれを蹴って返す、そして
収拾つかないですね、さっき飲んだ試合後の大乱闘橋本もうこれを知り込むのふざけろ